数勝利ですか。ありえますよ。とりあえずトンボは完封です、ね、はい。伊達しか上がってません。さあ何の一曲、ドラは今大好き、一回上がりましたけどね、うん、メンツ話しながら赤とドラが1枚ずつ中からダブルの統一だ。ピンズ1メンツで2面もある。大輔2メンツ、萩原2メンツ。いや親の太郎がちょっと厳しいか。あーでもドラドラ、なおさら重くなったね。2差しかトン重ねてっていう感じですか。二差しで泣いていくにもね、両面が二つありますからね。あ、鬼図もありさ。うん、なんとかなりそうなチーマンツモで割る。恐ろしい。これリーチですけど、ちょっと嫌ですけどね、ダブナンジャンとね。ただリーチで言ってたそうですね。はい、スーピン、リャンソー、リーチ、欲しい牌くださいって言って麻雀もらえるルールじゃないんですけどね。まあ、はい、対局者だいぶ顔がげんなりしてますもんね。8です、8 フルマウンテン。7に変わってますよ。あ、今減ったんですね。あ、今ってことはリーチ時は引き算だ方だ。はい、これリャンソーから入るとか気持ちいいっすよね。ファイトクラブチームおなじみの、はい、悲惨です。フルマウンテン、チーソー。あ、全部山ってことですか。それ全部山です。はい、全山、オールマウンテンでもいいですよ。はい、萩原イーシャンテン、スーピン浮いていたんですが通りました。ただこの七山は危ないですからね、めくれ持っていくのは、入るのは、まあ、打点的にはねそう高くはないんですけど、打点からすると一局消化大きいですよ。積もる未来しか思い浮かばないもんね。僕ちょっとわかるんですよ、どうなるか、どういう未来があるかというと。一応聞いた方がいいですか。はい、番組上、番組上です、はい、ちょっと待ってくださいね。いいですか。はい、これ萩原がテンパイしてますね。はい、リーチも出ますね。そこで積もりますね。なるほど、はい、あー先にリーチ1300、裏ドラはなく1300の上がりですが、伊達がどんどん曲を進めていきますね。まさか今の話なかったことにしようとしてるんですか。いやー藤崎さん順調ですよ。だって親番を迎えましたね、ここ で、はい、そうですね、この親ではさらに加点狙いたい場面じゃないですか。なんで声大きくなってるんですか。さあ伊達のハイパイどうだ。これイーマンのドラ、あ、イードラ3層。さあ手を見てみるとメンツありませんね、藤崎さん。はい、藤崎さん、はい、メンツがありません。伊達珍しく。そうですね、はい、はい、対して大輔赤赤で2メンツ。あららららら、萩原、あ、見てください、ドラさん赤、赤赤、これは太郎一面つく。麻雀って一局に一局一人しか上がれない、うん、というルールな以上、萩原と大輔はめちゃくちゃ上がりたいです手ですけど、どっちか上がれないんです。どっちも上がりたいですよね、めちゃくちゃに。そうだね、ただ大輔さんも小さくて3900が不服でしょうからね。確かに萩原の場合は対して仕掛けて上がるルートもありますね。十分ですからね。あれ数万出てチーっていうと相当テンパりそうですけどね。確かにいいシャンテン。でもペンチーソー外すだろうな。一色だ、うん、ここで太郎さんもようやく天下の宝刀引いてきましたね。そうです ね、 ね、はい、伊達しごろがあるよ。いや伊達はあるからね、こっから追いつくが。うわ引いたよ。これはもう折りなしの形になりましたね。そうですよね、はい、いいシャンテンしごろ。いや追いつきます、これしごろいいシャンテンですよ。
りあえず大輔さんはリアン3点戻しと。はい。おお、伸びる伸びる伸びる、いい3点。これ萩原さんのチーマンが浮いてますからね。うわ、テンパった日頃。マジマジ。ただ少なくとも萩原さんは引けないね、これは。引けない。うまいの持ってきたら一発で打ちますよこれ。パーマン、まあ打ちますね。もうこれ引けないですからね。うまっ、うまっ。うわ、これチーマンでテンパる可能性もあるし、チーマン出たらチーして勝負です。うわ、中筋になって馬。大輔さんの馬が一番不安定かな、形としては。チーピン勝負か。勝負だ。馬に山チーだ。カンスーマン、タンヤオ、ドラアカーカ、関数マン0か1かな。そのうわ怖いよ。予選オール、まさかの結末でしたね。言葉ないね、ちょっと強すぎる。はい、一人は上がれないって話ですけど、二人ともまさか上がれないとはね。本当ですね、忘れてましたわ。ハイハイめちゃくちゃ悪かったですけどね。めっちゃ悪かったね。無理だね。危険、深刻敬遠ですよ。深刻敬遠。本当だね、勝負、はい、勝負したくないね。伊達さんの親は全員で2000点ドラドラ